どうも、おっきいです。今回もですね、えー、っと、鬼とか、熊の長者になれるのかっていう、えー、壮大な実験をしていくわけなんですけども、前回、まあ、そのね、水を飲む習慣を身につけることであったりとか、瞑想を身につける習慣が大事っていうふうにお伝えしたんですけど、習慣がなぜ大事かっていうことを、まあ、言いたいと思うんですけど、 やっぱ習慣ってなんかそのめんどくさいじゃないですか。もう、身につくまでは、どうせ、なんか、やらなあかん。うーん。別にやりたくもないし、それを見てるぐらい YouTube とか TikTok を見て、ね、ちょっと楽しい動画を見て、その方が気分がよくやるじゃないですか。その時は。でも、習慣が、その、小さな習慣を身につけることによって何が大事かっていうと、大きなことをするときって、 そんんななに急に急変化が来るわけじゃないんですよね例えばニートが普通に過ごしてても仕事なんか決まらないじゃないですか誰もニートのことに声をかけたりしないし出会いもないからあのスカウトとかもないし向こうから来ることもないし自分から面接とかにも行かなければ仕事も決まらないしみたいな感じで動かなければ何にも始まらないじゃないですか。 で、動く、何か変化するときって小さな変化から始まってるんですよね。大体が。まあ、それこそ小学校か中学校に上がるときでも、まあ、普通に過ごしてたら何も変わらないじゃないですか。けど、その、小学校か中学校にかえ変わるってだけで人間関係も変わるし、勉強の内容も変わってくるしっていうので、やっぱその小さな変化を積み重ねていくことで、なんか人って変わっていく気がするので、 そういう意味でもね、まあ、水を、えー、朝水を飲む習慣をつけるだとか、まあ、その朝起きてすぐベッドメイキングするとか、まあ、何でもいいんですけど、それこそ毎日朝起きて腕立てを5回だけするとか、なんかその無理のない程度に続けていけば、なんかその変化することの楽しさが分かってくると思うので、そう,そうなれば、 なんかまあ努力って努力じゃなくないのかなっていうふうに、すごいなんかかっこいい風のことを言ってますけど、いやだと思うので、僕もなんかまあニートから、少しずつ変われてはいるのかなっていうふうに思うので、ぜひね皆さんも一緒にえ頑張ってね、その夢だったりとか、それに向けてえ頑張っていきましょう。今日もありがとうございます